さあ始まりました、西南学院大学対北九州市立大学第1戦。先発は4勝目を目指すエース中山。初回ワンアウト一塁でキャッチャーゴーチのこのプレーで1回の守りを0点で抑えます。すると西南は初回先頭辰巳がフォアボールで塁に出て盗塁を決め、2番高田のバントが相手のミスを誘い西南大1点を先制します。さらにワンアウト1塁で4番福島がライトへのツーベースヒットを放ち、ワンアウト1、3塁とチャンスを広げ、次のバッターが通れるも6番三船の打席で相手投手のボークにより福島がホームに生還し2点目を入れ2対0とします。3回表、北九大はヒットとエラーでノーアウト3塁のチャンスで1番岡村がライトへのツーベースヒットを放ち、北九大は1点を返します。その裏、西南大は先頭がヒットで出塁しバントとフォアボールを絡め、ツーアウト1、3塁のチャンスでダブルスチールを決め、3塁ランナー辰巳がホームへ生還し3対1とリードを広げます。4回表、北九大は2アウト2塁の場面で9番有田がライトへこの当たり、北九大が3対2と追い上げます。さらに2アウト3塁のピンチでしたが、3塁小中のこのプレーで西南大はこの回を1点で切り抜けます。しかし5回表、北九大の攻撃、ワンアウト二塁で4番木村がセンターへのヒットを放ち、ワンアウト一三塁で5番清田がレフトへの犠牲フライ、3対3の同点とします。西南大は6回に高田の好プレー、7回にも三船のこのプレーで西南大は守備で見せます。8回、北九大は2アウトから6番村上が出塁し盗塁を決め、7番杉谷がライトへのツーベースヒットを放ち4対3と逆転します。さらに2アウト2塁で代打吉岩がライト前ヒットを放ち5対3とリードを広げます。西南大は9回表、中山から井上に代わり、井上が2つの三振を奪うなどチームを勢いづけますが、9回裏、西南大は無得点に終わりゲームセット。西南大は3対5で敗れ、この日で4チームが5勝2敗で並びました。明日の試合はどうなるでしょうか。 YouTube でライブ配信するのでぜひご覧ください。